皆様こんにちは。定刻のなりましたので、ただいまより静岡県海外駐在員オンライン報告会を開催いたします。私は本日司会を務めさせていただきます、静岡県国際経済振興会シーバの掛川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。例年当報告会は海外駐在員の一時帰国の際に開催しておりましたが、今年度は新型コロナウイルスの影響により自由な行き来が難しく、オンラインにて開催することといたしました。本日は観光テーマ、来月2月16日火曜日は経済通商をテーマにして報告会を開催いたします。観光テーマといたしました今回は、ソウルの古石所長、台湾の宮崎所長を参加者とし、また観光を専門とする静岡県立大学大久保茜教授をファシリテーターとしてお迎えしております。本日の進行ですが、この ご挨拶をいただいた後、大久保教授からご講演、パネルディスカッションといたします。セミナーの最後に質疑応答の時間を設けさせていただきます。ご質問がありましたら、 Zoom の画面下 Q&A のところに随時ご入力ください。お時間に限りがございますので、崇高のご紹介となってしまうかもしれませんが、ご容赦ください。それでは報告会に先立ちまして、静岡県地域外交担当部長長谷川拓より一言ご挨拶申し上げます。長谷川部長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。静岡県地域外交担当部長の長谷川拓です。静岡県地域外交局では、新型コロナウイルス感染症の影響で海外との往来が難しい中、静岡県が持っているですね、様々なネットワーク、海外ネットワークを使いまして、国内外の様々な最新情報をお伝えできればと、こうした ICT を活用した情報発信に力を入れているところであります。情報発信の一環として、普段は毎週この時間ですね、毎週この時間、この火曜日にですね、静岡県地域外交チャンネルというウェビナーを開催しております。本日はその特別版として、シーバさんと協力しまして、観光インバウンドをテーマに、県の韓国台湾駐在事務所長から最新の現地情報をお伝えいたします。普段地域外交チャンネルですとね、私ですとか課長がファシリテーターをとして議論に加わることが多いのですが、本日は特別に静岡県立大学で観光学をご専門として、されている大久保茜先生に議論をリードしていただく予定で、私もですね、大変楽しみにしております。大久保先生、よろしくお願いいたします。あれなんですけど、こんな挨拶言うことじゃないんですけど、今日の夜からゆるキャンのシリーズ2も始まるようですんで、私録画してみましたけども、静岡県がすごく出るようですんで、あのコミックの方で見ますと期待しているところなんですけども、そんな形の話も、できればと思いますけども。それではですね、本日の報告会が皆様に実りの多いものになりますことを期待いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日よろしくお願いいたします。長谷川部長、ありがとうございました。それでは次に静岡県立大学経営情報学部の大久保茜教授からご講演をいただきます。ご講演に先立ちまして、簡単ではございますが、プロフィールをご紹介させていただければと思います。大久保教授は、静岡県立大学経営情報学科経営情報イノベーション研究科の教授を兼務、また静岡県立大学ツーリズム研究センターの副センター長も務められております。主要な研究テーマは、観光をキーワードとした地域振興、観光調査と統計分析、日本の宿泊業の経営と事業承継となっております。また、静岡県総合計画審議会委員、富士山利用者負担専門委員会委員、DSJ 評価意見交換会員、富士宮市都市景観審議会委員等を務められております。それでは大久保先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。大久保でございます。今日は私の話よりも古関所長、宮崎所長のお話を聞きたいとおっしゃる方が多分多いかと思いますが、私の方からは先般、すいません、県立大学の観光
ツーリズム研究センターですね、観光系 の研究センターを今般立ち上げたんですが、そちらの方で、いたしました調査の結果から、コロナ後にどのような、ことを考えながら、対応していくべきかということを、お話しできたらと思っております。では早速スライドを共有いたします。ご覧になっていただけるでしょうか。私ども静岡県立大学ツーリズム研究センターでは、ウィズコロナ時代の観光客の消費行動を調査するために、先般、首都圏居住者ですね、静岡県、特に伊豆地方に関しては首都圏から の顧客が、7割から8割という圧倒的に大きなマーケットでございますので、そちらの、消費者に対してウェブ調査をいたしました。ちょうど GoTo キャンペーンが、活性化している時期に、過去5年間に、伊豆に実際においでになったというところでスクリーニングをかけまして、東京都神奈川県居住者の男女310人に、かけた調査の結果でございます。属性は半々でスクリーニングいたしました。年齢層なんですが、実際に伊豆においでになった方々というスクリーニングをしたところですね、年齢層はですね、極めて偏りが生じたことが明らかになりました。こちらでご覧になっていただけると思うんですが、60歳以上、55歳以上、40から40以上ですね、40以上がこの比率なんですよね。この比率を皆さんはどのようにお考えになるかっていうところなんですが、これが、現在伊豆、静岡に来ている顧客の現状ということが前提になります。居住地はこのようです。で、既婚未婚も年齢から考えるとこんな感じかなっていうところなので、ちょっと飛ばしていきます。で、世帯収入についてもお聞きしたんですが、富裕層というよりは標準的な年齢層の方の旅行が多いなということが、分かりました。で、職業も会社員、サラリーマンが全体の5割弱を占めておりまして、会社経営者、役員という、いわゆる富裕層の方の比率が若干少なめであったということです。つまり、伊豆に旅行する方というのは年齢層としては中高年が多く、既婚者が多い、子どもとも一緒に旅行するかなという層が多いということと、標準的な年収のサラリーマンが多いということが分かります。この中、そうは言ってもかなりその中でも幅広いターゲットなので、この中でどのようにターゲティングしていくかということが、これから考えていかなければいけないことかなというふうに思います。例えば、この現在の大久保先生、ミュートになってしまってます。すいません、ミュート触っちゃいました。申し訳ありません。はい、ありがとうございます。この今後のマーケティング戦略を考える際にですね、現状のこの中高年層、子どもが多く標準的な年齢層から、例えば富裕層に向けてターゲットを広げていこうとするんであれば、現在の客単価よりももう少しサービスクオリティは上げ、客単価を引き上げるような工夫が必要ではないかなども考えられます。これはちょっと現状を踏まえたというところで、またご参考にしていただければと思います。そしてスライドが動かなかった。旅行日数も、1泊2日が圧倒的に多いです。長期滞在者が非常に少ないっていうのが、特徴になっております。ただすいません、私別のところで調査をしたところによりますと、6人に1人ぐらいの比率で2泊3日以上の旅行を伊豆ではしているというデータも出てるんですよね。なので1泊2日と2泊3日のハードルはそれほど高くないので、ここをちょっと1回ずらしてみる
もう一泊してもらうっていうことも、まあ、考慮していただいてもいいのかなというふうに思います。伊豆には、友人、知人、それから家族、夫婦、子供で来る方が多いですね。で、伊豆地域内では熱海、伊東、伊豆高原が圧倒的に多く、まあ、近いということもありますが、西伊豆方面が若干こう関東圏の方からは遠くなっているのかなというふうに思います。で、比較検討先は圧倒的に箱根です。なので箱根をターゲット、すいません、ライバルと考えて、箱根と何が違うのかということを明確に、ブランド化していくことが、すいません、明確に表していくことがブランド確立には必要というふうに考えられます。伊豆に関する情報入手源なんですが、インターネットは多いんですが、このインスタグラム、ツイッター、フェイスブックという SNS が非常に少ないんですね。これはこの調査に回答していただいた年齢層と、リンクしているのかなということが考えられます。これが、ちょっとこの後にも、出てきますので、ちょっと覚えておいてください。から伊豆地旅行での満足感、現状の満足感は圧倒的に景観と温泉に集中しています。で、景観の中でもおそらく海の美しさというところが強調されるというのが伊豆の特徴なのかなというふうに推測できます。物足りない点は圧倒的に、交通アクセスです。で、 GoTo トラベルキャンペーンを利用してどこに行ったかというようなことも聞いているんですが、ウィズコロナの時代に、どこに行ったかっていうと、やはり近場のかつて行ったことのある地域、それから伊豆への旅行は計画していない、ワクチンができるまで控えるっていうような回答もありましたので、まあ、慎重な年齢層であるということも考えられますね。ただ、収束したら伊豆旅行に行きたいという方が過半数でしたので、これは期待できるのかなというふうに思います。で、コロナ収束後の伊豆旅行で行いたいことは、圧倒的にゆっくりしたい、のんびりしたいと食というところが上位に並んでおります。さあ、ところでですね、新しい生活様式ということで、テレワークであったりワーケーションということに取り組んでいらっしゃる地域の行政の方も多いかと思うんですが、この回答で比較的に多い40代から60代の方々に関しては、とこの調査時点では新しい生活様式、伊豆での新しい生活様式は考えていないっていう方が多かったんですが、一定数ですね、やはりテレワーク、ワーケーションっていうキーワードに反応していらっしゃる方がいらっしゃるんですね。なので、ここも、ちょっと整備体制をまず整えていくことも必要なのかなというふうに考えます。新しい生活様式を意識して、どのように長期滞在者、1泊2日からもうちょっと滞在時間、滞在日数を伸ばしていくかっていうところの受け入れ体制の整備と、その PR が必要なのかなということが調査から明らかになっております。で、そのためには、やはり Wi-Fi 環境であったりとか、質問デスク、仕事ができるような環境も必要かと思います。このあたりは各行政の方々がすでに取り組んでいらっしゃることだと思いますが、それを、仕事以外の滞在中の過ごし方の提案につなげていくってことも必要なのかなというふうに考えます。あと、箱根との差別化は圧倒的に海ですね。海というところを強調していくのが、箱根との差別化にはキーワードになっていると思います。それから、インターネットを利用した観光情報入手が多いので、ネット、ホームページなどのサイトの見直し、それからサイトのアクセスの分析なんかも、やっぱりちょっとこれからはもう少し手を入れていく必要があるのかなというふうに思います。それから、観光客のニーズがだんだん変化してきています。まあ、この、コロナを機にかなりドラスティックに変化しているということは皆さん感じていらっしゃると思うんですが、それについてこの先から説明していきたいと思います。この観光ニーズが
癒しのんびり手近なところで、できれば新しい生活様式でワーケーションのようなところにも手を伸ばしていきたいというような対応にどのように提案ができるのかというところを、考えていかなければいけないのではないかということを、まとめとしてお話ししていきたいと思います。すいません、非常に駆け足でお話をしてしまったんですが、このアンケートの結果と、それから先ほどちょっと学生と話をしていたんですが、これからコロナ、ウィズコロナの後、コロナによって例えば収入が激変していない地域、世代という意味でも、若い世代にターゲットを絞って、PR をしていく、それから対応を考えていくっていうことも十分考えなければいけないことかと思っております。以上、私の方からは、このコロナ前後でどのように対応していくべきなのかということについて駆け足ですがお話しいたしました。では一旦お返しします。大久保先生、どうもありがとうございました。それではパネルディスカッションを開始いたします。本日は韓国駐在員事務所所長古関克也、台湾駐在員事務所所長宮崎定蔵がパネリストとして参加いたします。また続きまして、引き続き大久保先生にファシリテーターとして進行をお願いしたいと思います。大久保先生、古関所長、宮崎所長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっと時間焦りすぎましたかね。もうちょっとゆっくりでもよかったかなと思います。ぜひその分、あの小関所長、宮崎所長にゆっくりお話をしていただけたらいいかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、小関所長、お顔が見えないんですが、進めてよろしいでしょうか。OK ですね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それではただいまからパネルディスカッションを始めたいと思います。パネルディスカッションの進行なんですが、まず両所長に韓国、台湾のコロナウイルスの封じ込め対策と、現在の状況ですね、そして、コロナの、コロナ禍の中でも成功している観光ビジネスについてそれぞれ15分程度ご講演いただきたいと思います。そちらが終了しましたら、3名で静岡県の企業の皆様にこれらの例をどのように参考にしていただけるのかということを議論していきたいと思っております。それでは、まず小関ソウル事務所長からご講演をお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、静岡県ソウル事務所の小関です。画面大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。改めまして皆様こんにちは。静岡県ソウル事務所の古関です。こちらに来まして4年目の冬を迎えました。実はですね、最近ソウルは最低気温が氷点下10度を下回る日が続いてまして、30年ぶりの寒波というような感じで言われています。ちょうどですね、先ほど事務所の窓から撮った写真なんですけど、こんな感じで今外は大雪という感じで、地下鉄やバス、地下鉄はいいんですけど、バスがですねちょっと運休になっちゃったり、普段雪あんま降らないんで道路の除雪にてんてこまになっちゃったりと、そんな状況が続いております。では早速コロナの状況と韓国の現在の観光の状況をお話をいたします。まず韓国の概要です。日本のですね、約4分の1の面積ですね、約10万平方キロメートル。そこにですね、人口が5100万人ですので、だいたい日本の 40% ぐらいでしょうかね。だから4分の1の面積に 40% ぐらいの人が住んでいるということで、かなり人口密度は高いところでございます。それで、さらにですね、ここのソウル、インチョン、キョンギ道という、ソウル首都圏と俗に言いますけど、このソウル首都圏に人口の半分の2500万人以上が固まってます。人口が集中していることが韓国のパワーの源だという方もいますので、
人口集中が悪いことばっかりじゃなくて良くも悪くもという感じではあるんですが、2500万人以上がここら辺に集中をしているというのが韓国の特徴でございます。であとですね、こちらのチュンチョンナムドというところがあるんですが、昔百済の都があったところでございますが、こちらがですね2013年に静岡県と友好関係になっておりまして、今年はちょっとコロナの関係であまり交流事業できてないんですが、これまではいろいろ学生さんの交流とか文化的な交流とか茶道の交流とかですね、いろいろな交流をしてきたところでございます。はい。でですね、次は新型コロナの状況です。これがですね、韓国の全国の月ごとの感染者数をまとめて足していったものでございます。でちょっと2月がないんですが、韓国はですね2月の中旬に新天地という新興宗教が大発生で、そこで感染が大発生しまして、急にポーンと出てきましてですね、3月まではその新天地の大感染のおかげでというかせいで大発生がずっと続いてまして、ポーンとですね7000人近く3月一月で感染しました。ただですね、その時期はその新天地の本部というのはこのテグというところにあったんで、ソウルこっちの首都圏が主というわけではなくて、このテグと慶尚北道とですね、ここら辺でたくさんの人が発生をしていたという状況でございます。それでその後ですね、実は4月15日にこちらは国会の総選挙があったんですが、その総選挙の前にはポーンと下がりましてですね、おかげでムン・ジェインさんの与党はコロナを抑え込んだということで大勝をしまして、で4月5月はいい感じで来ました。で5月の中旬にちょっとクラブで集団発生とかあったんですけど、それも今となってみるとこんなもんですので大した数字じゃないという感じです。で8月15日にですね、終戦の日、こちらでは光復節と言いますけど、その時にちょっと大規模なデモ行進とかやった団体がですねありまして、そこでまた集団感染がありまして、ポーンと増えて、その後、空、10とまた下がっていって、規制の段階も1回下がったんですが、日本と同じく冬に入っていったら、どんどん増えていってですね、もう12月は爆発をしてしまいまして、1日1000人を超えた日もあるということで、12月合計ですと2万7000人ぐらいが新規感染者として出てしまったという状況です。でこちらのですね、ちょっと段階の説明はまたこの次のスライドでいたします。でですね、こちらが韓国の規制の段階の説明する表ですね。で韓国の場合は社会的距離を確保しましょうということで、 1段階から3段階までございます。もともとはですね、1、2、3と3つだったんですけど、だんだんちょっと1と2と3だけでは説明がしきれないということで、途中で 1.5 と 2.5 は加わりまして、今実質は5段階でなっているという状況です。で、今はですね、その5つあるうちの 2.5 段階という状況になっています。で、何を基準に決めるかというと、ここの基準っていうところがありますけど、週あたりの新型感染者、コロナ感染者の発生人数ですね、その発生人数によって、この段階を決めていくということです。先ほど10月に下がったというのがありましたけど、時期にはですね週あたりの感染者が下がったものですから、10月には一度この段階が下がったりもしたんですが、また増えていったので2段階で、現在は 2.5 段階となっています。で今はですね、実際は1000人超えたりもしてますので、人数的にいくとですね3段階でもおかしくないんですが、3段階まで上げてしまうと経済的な打撃も大きすぎるということもございまして、 2.5 段階で据え置きをされています。ただ2.5 段階なんですが、ちょっと本来ない上乗せの規制がですねかかったりもしています。それはまた後ほど説明をいたします。でこちらがですね、その段階別のこういろいろな規制ですね、ちょっと説明しますと、例えば今 2.5 段階ですと、カラオケですね、カラオケはもうダメだと、あとはライブハウスで、立ち席のスタンディングのライブハウスはダメとかですね、そんな決まりがあります。であとですね、
集会ですね、集会とかイベントについては 2.5 段階だと50人以上は禁止で、その下の2段階でも100人以上禁止ですので、もう大規模な会議とかですね、そういうのはもう2段階になっちゃうとなかなかやりづらくなってしまうという状況でございます。それでこれも韓国の特徴かもしれませんけど、韓国はとにかく中央集権で上がやれっていうと民間の会社をみんな従わざるを得ないというところがありますので、この KTX とかですね、高速バスとか、別にこれ国営鉄道がやってるわけじゃないんですけど、そういう民間の会社も国の規制に従いまして、KTX であれば座席指定の席をですね半分にしましょうというような感じになっていまして、今ですね KTX というその、日本でいうと新幹線に当たるんですけど、その新幹線に乗ると4列ありますですよね、4列ある席のうち、真ん中内側の2列はもう指定ができなくて、窓側の2席だけしか指定ができないということで、実質半分にして運行をしているという状況でございます。はい。でですね、現在 2.5 段階なんですが、一部上乗せ措置があるという話を先ほどしましたけど、何が上乗せかというところですね。で、本来 2.5 段階だと50人以上なんですが、今ですね5人以上の集まりが禁止ということになっています。で、宴会もダメだし、あと会食もダメだし、会議もダメだし、あとこちらの方すごい登山好きなんですけど、登山もですね5人以上の集まりになっちゃうとダメだということで、登山も少人数でしか行けないという状況になっています。それでいろいろな規制ですけど、日本の場合はね要請あくまでお願いベースなんですが、こちらはもう完全に義務になっていますので、違反した場合はこんな感じで罰金もあると、店側に300万ウォン、だいたい10分の、円の10倍ですから、円でいくと30万円ですね、30万円ぐらいで、利用者で捕まっちゃうと10万ウォンですから1万円ぐらいの罰金が取られる場合があるということでございます。ただもちろん家族で5人以上の家族で会食しちゃいかんのかとか、その話もあるんで、同一住所に住む5人以上の家族であれば OK というようなですね、なんか細かい抜け道のようなものも例外規定のようなものもございます。あと結婚式葬式についてはやむを得ないということで、50名までは OK だということになっております。でですね、あと飲食店スーパーの営業も9時までとなってまして、飲むのが、飲み屋なんかも9時までしか行けないという感じになっています。で、ただ9時までは飲めるということで、結構街中出るとですね皆さん元気に飲んだりしてるんですが、上乗せの規制で一番大きかったのはですね、この次のコーヒーショップですね。韓国って世界で一番コーヒー飲むという統計があるぐらいコーヒー好きな人たちで、街中歩きながらちょっとコーヒー屋で休んで話をしてというのが大好きな人たちなんですが、現在コーヒーショップはですね持ち帰りのみになってまして、店内では飲めません。で、先ほど話しましたけど氷点下ですので、氷点下の中でですね街歩いてコーヒー屋で時間を潰せないとなると、そもそも外出して、時間を潰すところがないということでですね、どうも外出の抑制には結構効果があったんじゃないかと私は個人的には思っております。で、その他の上乗せ規制としてはスキー場、スケート場の禁止ですね、1月4日からちょっと人数制限、人数収容 人員以内であればいいということで緩和されたとそうでございます。で、あとですね初日の出の名所の閉鎖、これもなんか日本じゃちょっと多分ない無理だと思うんですけど、韓国の場合はですね海岸沿いの初日の出が見えるところをみんな閉鎖してしまいまして、もう物理的に人が行けなくなってしまったと、そんなこともやっております。はい。で、その成果がどうなったかということですね。これ12月から1月の12日今日までの新規感染者なんですが、クリスマスの12月25日にピーク迎えています。上端が全国で、下端がソウルですけれどね、それで23日からちょっと上乗せとかいろいろやって規制を強めていった結果、数字で見る限りではどんどん減っていってですね、今日は全国で537名ですか。で、ソウルで167名、順調に減っていますので、
まあ、これが300人ぐらいまでいくと、第2段階に下がるということで、もう一頑張りという状態まで来ております。でこちらもですね、規制の一つですけど、飲み屋が9時までという話をしましたけど、電車もですね減らしてしまうという、なかなか大掛かりなことをやってまして、9時以降の電車とバスはですね3割減ってしまってまして、まあ夜寒いっていうのもあると思うんですけど、もう電車もバスもなくなってしまうと大変だということで、みんな早く帰るということで、夜10時頃の駅を撮影したところ、こんな感じで誰もいないということでございます。であとこれも日本でも話題になったかもしれませんけど、個人認証ですね。こちらはもともとマイナンバーカードみたいなのを皆さん使ってるんで、あんまり個人情報の取得に抵抗ないんですけど、今回のコロナに関しても SNS を使ったこういうバーコードによるですね、 QR コードですね、ごめんなさい、 QR コードによる個人の情報の取得というのを各店でやっておりまして、万が一集団感染が起こった時には入場者のデータをそれで集めるという方にいうふうになっております。でこちらがですね、12月に大発生したものですから、検査場も増やしましょうということで、ソウル市にたくさん新たな検査場ができました。でこれはですね、もうただです。行けばできます、検査できます。で電話番号だけ教えれば、ショートメールで後で検査結果が来るという非常に簡単な検査システムでございまして、でまあ、本当はちょっと大行列があるところを写真撮ろうと思ったんですけど、うちの事務所のすぐそばだったんですが、なんかまあ検査場がたくさんあるせいか割合空いてまして、こんな感じで、まあ、行けば多分すぐ検査できるという状況に今はなっております。で、ちょっと長くなっちゃいますね。で観光業の状況です。まあ、これはどこの国も同じだと思いますが、今壊滅的な状況です。一番下にありますが、旅行会社、航空会社とももうこんな状態ですね。で相当数の職員が休職をしていまして、我々もですね、旅行会社に何か話をしに行こうと言っても電話かけても誰も出ないという、そんな状況が続いてしまっています。で、まあ、今は雇用調整助成金のようなものがですね出されているので、一応席は残っている人が多いんですが、数ヶ月後にはその雇用調整助成金のようなものが切れてしまうので、そうすると大量退職や業界再編があるんじゃないかという見方はなされています。ただ一方でですね、やっぱなんとか明るい雰囲気を出そうというところもあると思うんですが、この花ツアー、モードツアーというのは韓国の大手旅行会社2社ですけど、そこはですね海外ツアーの販売を一応しております。まあ、ただコロナで再興できなかったら全額返還という感じなんで、まあ、なんていうんですかね、まあ、本当雰囲気作り的なところもあると思うんですけど、まあ、全額返還もしてくれるということもありまして、申し込みは大変好調だというふうに聞いております。とあとは国内旅行に回帰というのもあります。でホテルでのリゾートプランや、あと先ほど伊豆の海がいいというのがありましたけど、韓国も海岸線はすごい綺麗ですので、海岸線のリゾートあたりですね、そこら辺は国内旅行の人たちが訪れて結構賑わってる感じもあります。であと韓国は飛行機会社いっぱいありましたので、そこら辺を国内路線に投入して、チェジュ島なんかは今まで以上にたくさんの人を飛行機で運んでいると、そんな状況でございます。で、今後のですね観光客の動きです。まあ、個人旅行が増加するというのはどうしてもそうなってしまうと思います。で高級路線に行くのが一つ、あとはまあ、これは静岡の強みになると思うんですが、キャンプですね。キャンプとか登山とかサイクリング、ゴルフ、まあ、こういうあんまりこう人が集まらない旅行が人気が出るんじゃないかということで、まあ、韓国国内でも今こういう旅行が人気になってますので、こういうのもですね、うまくプロモーションできれば静岡にお客さんを呼べるのではないかというふうに思います。あと、レンタカーですね。韓国の方は割合、まあ、ハンドルの右と左の違いがあるんですけど、レンタカー、あんまり抵抗ないらしいんで、そういうのもいいんじゃないかと。でただ一つ不安なのが、今までたくさんあった地方便がですね、どこまで復活するかというところだと思います。これ参考前ですけど、新型コロナ前ですね、まあ日韓関係悪化でもともとちょっと減ってたんですけど、それでも、2019年の12月には950便ありました。それが今は福岡、羽田、ごめんなさい、羽田ないですね、関空、成田、
セントレア、福岡、4つしか飛んでませんので、それがどこまで復活するかというところです。で、あとですね、韓国の観光客が日本に行って戸惑うところ、まあ、逆にこれを解決すればよくなると思うんですが、まあ、これはコロナあったからなかったからっていうのはあんま関係なくて、これまでも言われてたところです。一つ目の居酒屋のお通しですね。これ結構クレームで上がること多いんですけど、なぜもそもそもこれが話題になるかっていうと、韓国ではですね、おかずのおかわりが自由だっていうのがありまして、こういうのですね、こういうのがですね、まあ、これこういうなんか鍋の定食みたいなやつなんですが、この鍋の定食にこういうのが全部ついてきまして、これがおかわりが何回もできると、これ800円ぐらいの定食だと思うんですけど、そんな感じでとにかくおかずがセットでついてくるんで、日本行くとなんでこういうのがですね、金取られるんだっていうので結構クレームが来たりする時があります。まあ、だからそれを無料にするっていうのはなかなか難しいと思うんですが、まあ、そういう文化の違いがあるというのを知っていただければと思います。で、次にタクシーとかバスが高い、まあ、これはしょうがないですね。で、韓国の場合バスと電車って料金が通算されるので、長い距離バスと電車乗っても距離で通算されて割合安くなるんですよね。こちらはバス電車乗り換える、ごめんなさい、日本の場合はバス電車乗り換えるとそのたんびにリセットされて120円で240円になっちゃったりするので、そこら辺がやっぱ韓国のに慣れてしまっていると最初はなんだかなっていうのがあると思います。で、まあ、あとキャッシュレスやネット環境というのは前から言われているところですけど、まあ、これは私もちょっと日本最近行ってないんで、もしかしたら結構改善されているのかというふうに期待はしております。で、次に韓国の観光客が日本に行って感動するところ、プラスの面ですね。で、これはまあやっぱり綺麗で食べ物が美味しい、で、ラーメンと手軽なものも美味しいし、安くて美味しいというところですね。で、コンビニもすごい人気です。こっちもコンビニ多いんですけど、日本ほどコンビニ食べ物充実してませんので、日本のコンビニはやっぱ人気ですね。あとお土産が豊富。韓国ってお土産、名所に行ってはあまりお土産というものが豊富にありません。ですので日本に行くと可愛いお土産があるので、まあ、それが結構感動されると。あと地域によって変化がある、伝統が継承保存されている。まあ、これは朝鮮戦争でみんな焼けちゃったっていうのもあるんですけど、韓国の場合はあんまりその伝統の継承とか保存とかなくて、街並みが確立的です。そういうのもあって日本の昔の街並みは結構人気ですね。で、まあ、温泉とか、あとクラクションがなく静かで、ゴルフ場、まあ、これ私ちょっと実はゴルフやんないんですけど、やる人の話によるとソウルでは1日3万ぐらい取られるらしいです。ですので、日本まで行ってやっても安いということで、ゴルフ場もこれからますます人気が出てくるんだと思います。で、すいません、ちょっと長くなってしまって最後になりますが、静岡県ソウル事務所ではですね、ブログや SNS で観光情報の発信をしております。で、今取材隊が行けなくなってしまってますので、皆様からですね、いただく情報が頼りになっていますので、後ほどですね、この、プレゼンテーションの資料の一番最後に連絡先ありますので、何かいい情報とか写真とかありましたら、ぜひ事務所までご連絡をいただければと思います。で、あと動画のですね、翻訳とかをやってます。動画いただいて、それに字幕つけて韓国で宣伝すると、そんなこともやっておりますので、何かいい動画とかあれば、またそれも情報をお寄せいただければと思います。じゃあ、すいません、ちょっと長くなってしまって申し訳ございませんでした。今後とも皆様のお力を借りて頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。小関所長、どうもありがとうございました。非常に興味深いお話、前半も後半も楽しかったんですが、私も韓国に行くとパンちゃんのムルキムチが大好きで、おかわりしますよね。はい。文化の違いみたいなものも楽しんでいただけるようにこうプレゼンテーションできるといいですよね。そうですね。はい。と思いました。どうもありがとうございます。はい、ちょっとまたその後後ほどゆっくり。はい。よろしくお願いいたします。思います。ありがとうございました。それでは大変お待たせいたしました。宮崎所長、よろしくお願いいたします。はい。聞こえますか。はい。皆さん、こんにちは。ちょっと今、マスクしてますけど、周りに誰もいないので、これ取っちゃいますね。
台湾では、台湾事務所の宮崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。早速ではこちらの状況、新型コロナウイルスの感染状況と対策、それと、観光分野についての話題、それから事務所の取り組みについてお話をさせていただきます。すいません、小関所長、ちょっと一旦画面を下げていただかないといけないかもしれないです。はい、画面共有を取り下げていただけますか。じゃあ共有させていただきます。よろしくお願いします。あ、その前に自己紹介でしたね。私台湾事務所の宮崎と申します。よろしくお願いいたします。事務所ができて8年目、私の赴任も8年目ということで、できてからずっと台湾におります。では始めさせていただきます。これご覧になれるでしょうか。はい、台湾における観光の今、そしてこれからということで、ちょっとお時間頂戴して話をさせていただきます。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。事務所についてですね、もう8年前になりますね。解説しまして、現在のところ私含め現地スタッフ3名で、お仕事をさせていただいています。台湾と静岡の交流の橋渡し、いろんなさまざまな分野でお仕事をさせていただいています。本日の目次です。話題としては5つお話をさせていただきます。まず台湾における新型コロナウイルスの感染状況と対策についてお話します。これは昨日の夕方、そうですね、日本時間で5時現在の数字なんですけども、今日またちょっとまた増えてしまいまして、現在は838、解除、隔離解除は730になってます。このグラフで12月のところにオレンジ色の棒がちょっと出ていますけれども、実はこれ本土感染と書いていますが、日本でいうと市中感染です。約この4月の頭から12月の中旬ぐらいまでですね、市中感染がゼロでした。つまり外からのこのグレーのところですね、外から入ってきた方々の感染が認められていたということで、このほとんどの834のほとんどの数字がそういう数字です。本土感染実はずっとなかったんですけども、12月中旬に、ある航空会社のパイロットが感染を広めたということで、一瞬緊張を走りました。ですが、今寒い時期、台湾としては非常に寒くて、今ですね、今日今朝だと10度ぐらいでしたけども、非常に寒く暖房もなく本当に寒い毎日なんですけども、感染しないように皆さん本当に気を使って生活をしていると。実は今から1時間ぐらい前ですね、医療関係者がまた2人感染してしまったというニュースが流れてまして、これ台北じゃないみたいですけども、またちょっと一瞬緊張が走っているっていう、そういう状況です。冬になるとやはり感染が広まるんじゃないかなっていうふうに言われていますので、そういった部分では台湾の方々非常に感染しないように気を使っている方が多いと思います。これが12月1日から昨年ですね、この8カ所に関しては絶対マスクをしてくださいと、しない人は罰金です。3000元から1万5000元、3000円だと約1万5000円ぐらい、日本円でですね、1万5000円だと、大体約4倍って考えていただければいいと思いますので、4万円ちょっと日本円での罰金が課されるということです。日本でも多分同じだと思いますけども、必ずこういう場所に
立ち入るとき、またはそこで、お時間を過ごすときには必ずマスクをしてくださいというふうな、政府のお達しがございます。また、デマっていうかですね、フェイクニュースを流した人に関しては300万円かける4ですから1200万円ですね、1200万円の罰金あるいは、禁錮刑を科しますという、非常にこれは厳しい、台湾は 一方では非常に成功しているというふうに言われてまして、最近では日本ではあまり台湾の報道がないようですけれども、累計で1000人いってないっていうこの数字はですね、これ世界に誇れる数字だっていうふうに台湾の人は本当に自負してるんですね。ですからこれをこのまま継続しようという、これをなんていうかですね、悪口言ったり風評被害を出したりっていうことじゃなくて、ちゃんとルールを守ってない人はもう直に注意すると、そういうような社会のこう雰囲気がもう出来上がっています。これは去年の5月の写真ですけども、半袖着てますけどですね、基本的には今もこの状況です。公共機関に立ち入るときには必ずサーモグラフィーと、マスクをしているかしてないかの確認する人が必ず駅の改札のところにいます。もし従わない人、マスクをしないで入ろうとしている人がいたらすぐに注意し、そこでマスクを着用してもらうと。で、今はマスクは割と容易に入手できるようになってますので、そういった意味ではこういった光景がもう日常化しているというふうに考えてくださっていいと思います。これはいろんな先ほどの8つの場所に入るときも基本的にこの構造はこういう感じで、同じ構造っていうか入る人のチェックをする。最近はコンサートとかですね、そういう博物館の場合は、実名制、要は名前をちゃんと登録する、それから携帯番号も登録する、最近では顔認証でそういうものがなくても違反した人を追跡できるっていうシステムがもうすでに導入されているっていうことが明るみになって、個人情報の保護に関しての非常に今一つの話題になっているっていうのが最近の情報です。入国規制強化、これは今年の1月1日からです。非常に強化って書いてありますけども厳しくなってます。日本に関しては、日本の状況を見てるとですね、台湾の方からするとこの規制強化に関しては非常に支持をしている、きちっと強化をして水際でせき止めてほしいということで、政府の取り組みを皆さんは支持しているっていう、そういう状況です。それから在宅検疫ですね、PCR 検査陰性報告書の提出を義務付けています。すべてですから、これは台湾の人であってもそうです。それから検疫居所に関する証明書、提出を義務付けています。それから例えば自宅で検疫する場合、家族がいますよね、その場合は一人ではなければダメだということで制約を行うということも義務付けられます。これは15日からです。まとめますとですね、8ヶ月ぶりに市中感染が発生したですが、市民のこの警戒心ですね、それから政府への絶対的な信頼、これで抑え込みに成功しているっていうのが台湾の今の姿です。域内での旅行に関して、これ韓国と同じように厳しい旅行業界なんですね。感染症の対策、政府の中央の政府の対策の責任者によると、去年11月の段階の発言ですけども、海外旅行の開始は2021年末だろうと、つまり今年1年は海外旅行できないだろうという発言がありました。それから交通部観光局、日本でいうと観光庁ですね、海外旅行の販売無期限停止を宣言しております。ですので海外旅行、それで成り上がりを立てている旅行会社は軒並みどうしてるかというと、国内旅行に振り向けたり、あるいはレイオフにしたり、解雇したりですね、あるいは自発的に離職するということで、旅行会社は開店休業状態、
まあ、国内旅行に振り向けているスタッフ以外は、まあ、違う仕事をしたり、また違う分野の仕事にこう配置転換されるということもあります。これによって 20% から 50% の従業員が失職するのではないかというふうに言われています。片や政府の観光局ですけども、もうかなり 何回もその補助金というのを出してますけども、もういい加減自分たちでなんとか、ビジネスモデルの転換をしてはどうかと、いつまでもこう支援をしてられないよという発言も政府の高官からありました。例えばこういうことですね。域内旅行、ソーシャルディスタンスを確保して、楽しむ旅、台湾は全く外出ちゃいけないということではなく、きちっとルールを守って貿易に成功していますから、旅行、域内旅行は非常に盛んです。中でも離島、台湾は非常に皆さんご存知ないかもしれないですけど、こう台湾の島以外に小さな島があちらこちらにあります。そこへの旅、それから台湾東部、あまり皆さんもご存じないと思いますが、馴染みのない東部、非常に空気がよく、水もよく、海もきれいというような東部に行ったり、あるいは山に行ったり、それからアウトドア人気があります。それから海外に行けないけれども、疑似渡航しようと、この左側のご覧になっている左側のこの、飛行機の書いてある図ですね。これ域内を飛行機で飛んで歩いて、まあ、あちこち行こうっていう、そういうツアーなんですね。台湾元で約3万元弱です。3万元弱ですので、日本にすると12万円ぐらい、非常にいいホテルに泊まりつつ、お食事も楽しみ、海外旅行を楽しむっていう、そういう雰囲気だけを味わうということですね。それから、まあ、韓国のチェジュ島に着陸するんじゃなくて、上空まで行って戻ってくると、あるいは沖縄に行くと、そういうあのツアー商品がですね、これは海外には行かないけれども海外に行った気分になれるということが、もう航空会社各社ですね、盛んにこれを販売しています。例えばこれ旅行泊11月の絵ですね。すごく人がいますね。マスクしてない人もちょっとちらほらいますね。皆さん何をしているかというと、これホテルなんですけど、ホテルのお得な宿泊券、クーポン券、食事券を求めている人はもうわんさか来てます。もうそれだけ皆さん旅行に飢えてる。それから、まあ、1000元のお金を払うと3000元分の消費ができるという、消費3倍券、振興3倍券というのも政府が出した、そういうおかげもあってですね、それを有効に使おうという方々も非常に多いです。まとめますと、台湾域内旅行は非常に盛ん、それから身近な消費にお金を使っている、そういう意味ではですね、日本に行けない分日本食品を買ったり、あるいは、まあ、EC サイトで買ったりですね、デパートに行ってちょっと割高だけど日本の雰囲気を味わうための、まあ、雑貨だとか食品を買うっていう人が非常に多いです。ですので日本商品の売り上げっていうのは非常に伸びています。次に台湾からの訪日意欲、まあ、ちょっとこう赤いところで、ところどころ書いてありますけども、台湾の方からすると一番先に行きたいところは日本であると、約に3人に2人は1位、3人に2人が日本行きたいと。で、じゃあいつ行けるのか、それは、台湾当局が安全だっていうふうに宣言したら考えてみよう。先ほどちょっとスライドでありましたね、政府の感染症対策の責任者言いました、2021年末までは海外旅行できないだろうって言ってる。つまり今年は旅行に行けないなと思ってる人が多いってことです。実際に旅行する時期はいつか、安全宣言出てから3から6ヶ月以内かなって考えてる。つまりこれから1年先は行かないだろうっていう、そういう人が半数近くもいるってことですね。じゃあどういうタイミングですか。治療薬を発見されたり、治療法がきちっと確立されたら行ってみようかなって初めて具体的に考えるってことなんで、まだまだこの状況、いけない状況というのは続くんじゃないかなっていうふうに思われています。まあ、訪日旅行で実施してほしい安全衛生対策も、まあ、これ日本で取られている安全対策と同じだと思います。で、台湾の人の言葉をですね、一言で言うと、日本どうしちゃったんだろうと。あんなに素晴らしい日本が感染広がっちゃってる、行きたいけど行けない、もう怖い、不安、不信、
まあ、これ政府に対する不信だと思いますけどね、言っちゃっていいんですかね、心配、励まし、心遣い、それから頑張ってほしいっていう期待ですね、それがないまぜになってるっていうのが台湾の人たちの気持ちなんです。まとめとしてはすごく簡単に言うと、早く行けるようになってほしいと。次に事務所の取り組み、こういう中で事務所何したらいいですかね、静岡県を次の渡航先に選んでもらうっていうことを常に静岡県の情報と接点を持ってもらうっていうことだというふうに考え、今年の取り組みを進めました。まずこれ4月です。一緒に頑張ろう、乗り越えようっていうメッセージを壁一面に出しました。約20メートルの壁です、その真ん中にドライブの地図とか書いてありますけど、台湾の人の気持ちを汲んで僕らも頑張りたいっていう気持ちを伝えさせていただきました。それから台湾への医療物資の支援の感謝を伝えました。まあこれ浜松市は出てますけど、浜松市だけじゃなくていろんな市や町の方、まあ、あるところだと市長がこのビデオに出てくださって、台湾の人ありがとうっていうふうに言ってくれました。これを見た人、これをビュー、アクセス数ですね、10万以上数えました。いろんな人がこれを見てくれてます。そこで仮説を立てます。少人数、これからの旅行は何だろう、少人数、家族、友人、それからスポットで移動するんじゃないかなということで、韓国と同じようにドライブ、それから社交距離って書いてあるのはこちらの言葉で、ソーシャルディスタンスっていう意味です。それソーシャルディスタンスを保つ、これ台湾でもすごく人気のアウトドアじゃないか、そういうコンテンツを含んだラジオ番組を13回やりました。CM もやりました。これは人気有名なラジオ番組で、普段表に出てこないような人ですね、まあ、日本でいうと中島みゆきさんみたいな人にちょっと静岡を案内してもらうっていう、それからちんまる子ちゃんの声優さんに、顔出せませんけどラジオだったらでいいですよね、ちんまる子ちゃんに声優さんに出てもらって静岡を一つ一ついざなっていくっていうラジオ番組を13回やりました。それからオンラインゲーム、これ事務所で作りました。これ、全部クリアしたら最後まで行った人は静岡県のクラウンメロンを差し上げますっていうような、5600円ってすごい金額なんですね、それを差し上げますっていうゲームをやりました。それから YouTube セミナーをやりました。この画面は静岡県西部浜名湖浜松地域ですけど、この前に富士山のアウトドアを中心に4回、浜松地区を4回、中では浜松の味、うなぎの味を楽しめる、台湾の地元のお店、あるいは、西部のお酒が楽しめるお店、あるいはメロンを買えるお店、要は台湾で静岡を楽しむことをできるお店の紹介も合わせてやりました。ついでにですね、お茶の飲み方講座っていうのも今日の日本時間6時にこれ公開されます。つまり静岡のいろんな物産、いろんな情報に常に触れている、それ食事でも何でもいいです、それに触れているっていうことを、YouTube セミナーでこれを、やってきたわけです。あるいはそのセミナーで紹介した先の人気投票をしました。で事務所で、毎年ですね、こういう机の上に置くカレンダー、卓上カレンダー作ってるんですけど、ものすごい人気なんですよ。これ買うから欲しいっていう人もいるぐらいなんですけど、そこで紹介したいろんなスポットを人気投票して抽選で当たった人に、まあ、4回やったんですけども、差し上げました。この画面で左下ふもとっぱらですね、キャンプっていうのも意識しつつ、こういうカレンダーを作りました。それからこれ来月6日なんですけど、疑似渡航チャーター、実は行き先富士山です。富士山に着陸しません、できません。だけど富士山を見たい人がいるんですね、日本の象徴富士山見たい、この飛行機はちょっと分かんないかもしれないですけど、ボーイング747-400、要は400人乗りの飛行機ですね。これ何分で売れたと思います？3分で完売です。この3分で完売っていうこと、これは静岡県あるいは富士山にとって非常に明るい話題だと思います。こういうふうに常に行けないけど行ける、行きたいっていう気持ちを常に引き寄せて、
情報にこう触れていただくっていうこと、これはもしかすると今年もずっとやらなきゃいけないかもしれない。まあ、予定としては3月にですね、静岡の食材を使った食事会、静岡フェアっていうのを計画しています。そこでは静岡の食べ物、食材をふんだんに使ったお食事とともに静岡の観光情報に触れるっていう、そういうことをですね、半月ほどやろうと思ってます。そういうことをですね、これからもいろんなアイデアを絞りながらやっていきたいなっていうのを思っています。今後の展望、まあ申し上げた通り再開時間、時期はなお不透明だけど、皆さん思ってらっしゃるのはですね、台湾の方、より厳しいところに住んでいる台湾の人はより厳しいものを日本にも求める、つまり日本の感染症対策はどうしているのかっていうことをしっかり見極めてから行き先を選ぶんです。ですので、先ほどちょっとネットで調べたら、静岡県の感染症対策情報が外国語では紹介されてないです。これは中国語っていうわけじゃなくて、将来はそういった感染症対策の外国語バージョンっていうのは多分必要になってくる。それをどういうふうに調べるか、地元の行政のホームページからアクセスする、あるいは観光情報のサイトからアクセスするっていうことを必ずやると思うんですね。どこの県がどんなことをやってるか、どういうふうに安全やってるかっていうことを常に意識して発信している。まあ、例としては佐渡島はそういうことをもうすでにやってますね。ですので、まあ、ぜひこれは行政の方向けの話かもしれないですけど、まあ、そういったその情報をまとめて、一元にポータル化して、それをアクセスがしやすいように形にしていただけると非常にありがたいなというのを思っています。それから明らかにこれは団体の募集というよりは個人の旅行が中心になると思います。しかも少人数で行く、それにいろんなオーダーに対応できるような柔軟なフレキシブルな対応、そういう体制も必要になってきます。それからこれまで従来主流だった募集型インセンティブも多分ずっと先になるんじゃないかなというふうに思います。ですので、既存の先ほどのチャーター便の販売方法ですね、ネットでしか売ってないんですね。これからは旅行会社は従来の窓口販売、カウンターで販売する、顧客をそれぞれ掴んで囲い込んでやるっていうことも一方ではありつつ、もう自由に70の人でもスマホ使って普通にネット購入してます。そういう世界なんですよ台湾は。そういうデバイスにすごく慣れているっていう、そういう方々が中心の台湾で、やっぱりネット中心の販売の形態になるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、以上な雑白なお話でしたけども、台湾事務所の取り組み、それから今後に向けたお話でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。宮崎所長、なかなか刺激的だ、日本が心配されているというところなんかはちょっと日本人にとってはちょっと新鮮な感覚でした。ありがとうございます。ここからはでは、静岡県での、ビジネスに転換できるような、ところで、お話を進めていきたいと思うんですが、まず質問をいただいております。事前にいただいた質問でいくつかはもうお答えいただいていたんですが、韓国小関所長の方からちょっと台湾の方が日本をどんなふうに見てるかっていうお話は宮崎所長からいただいたんですが、韓国の方々にとって日本というのはどんな、現度このコロナ禍においてのおける日本というのはどんな印象イメージを持たれているのかっていうことはご存知でしょうか。初期の頃はですね、韓国経貿易っていう、俗に言ってましたけど、それでかなり抑え込んで、で日本がちょっといまいちだったってとこもあって、かなり韓国はいいぞっていう風に言ってました、言ってましたとか、そういう感じでしたね。でただその後韓国もまた増えてしまったので、今はその日本がダメじゃないかっていう論評はあんまりされてないですね。で逆にワクチンについては日本の方が手配が早かったので、
日本の方が手配が早くて韓国は何やってるんだっていうので、ワクチンの手配については韓国政府が責められてるたりもしてると旅行先としてっていう視点ではどういかがでしょうか。旅行先としてはですね、はい、韓国、日本ってやっぱ近いので日韓関係の悪化とかはあるんですが、やっぱアンケートなんか取ると復活すれば行きたいという方がかなり多いというのが、そこは変わってないですね。ただ一方でコロナは関係ないんですが、放射能にすごいこちらの人って敏感なので、第二原発、福島の原発の汚染水の外へ流すか流さないかっていうのはちょっとね話題になってますけど、あれをもし流しちゃったりするとまたコロナとは関係なく敏感に反応しちゃって韓国の方が行かなくなっちゃうっていう可能性があるかなって、ちょっとは危惧をしているところでございます。なるほど、ありがとうございます。先日来ちょっと 2,3 回こう所長とお話をしていて、今もちょっと感じたんですが、報道って偏ってますよね。そうでしょうか。ただですね、日本で思われてるほど反日報道が激しいかっていうとそうでもないんですよね。反日報道もされてますけど、他のニュースもたくさんあるので、そこまで今回の慰安婦の判決にしてもそこまで韓国で大きく騒がれてるかというと そこまででもないという感じですね。はい。ですので、これは皆さん韓国来られた方は分かると思うんですが、政府にはいろいろ言いたいことは、日本政府にはいろいろ言いたいことはあるけど、日本人が嫌いというわけではないと、そういう方がほとんどだと思います。なるほど、そうなんですよ。先ほど宮崎所長が日本ではあんまり報道されていないようだけどっておっしゃったんですが、本当に最近の台湾の状況については、私 の情報収集力が低いのかもしれないんですが、普通にこう過ごしていて一般のニュースでは本当に報道がされてないんですよね。なんかもっと見習うべきかなっていうことをお話を聞いていて思いました。そうですね、台湾は成功しているっていうことで多分そこで終わってしまっているのかもしれないですね。はい。この成功で終わってるっていうその先にですね、それを継続して取り組むっていうことが非常に難しいんですね。例えば海外から戻ってきて14日間経たないのにコンサートに行ってた人がいたっていうことも後から報道されて、その方すごく非難を浴びてましたけどね、そういう社会の風潮みんなで抑えるんだっていう、日本よりは狭いけどやっぱり日本と同じように島国なんでどこにも逃げられないわけですよ。ですからもう運命共同体だっていう意識がすごくある。しかもそういったある程度成功してるっていうことへの誇りっていうのも持っているので、かなりそのルールを守らない人に対しては厳しい、誹謗中傷っていうよりはきちっとその場で注意するっていう、そういうこう明るい取り組みですね。自分その人がマスク持ってなかったら自分のマスクこれ使いなさいよってあげたりするし、困ってる人見たら一緒に助けてあげようっていう、そういう温かい社会が台湾には、あるかなっていうふうに思います。なるほど、いいお話というか、でも私もいつも思ってるんですけども、一人一人の自立心というか、一人一人がこういかにこうなんていうか、自分を律するというかっていうところは多分国民性同じところからスタートしているような感じがするんですけども、そこがこう非常に見習うべきというか、羨ましいというか、反省しなければいけないところかなというふうに思って聞いてました。ありがとうございます。そうですね。それからあともう少し質問が来ていまして、伊豆っていう、伊豆とか静岡っていうくくりって台湾の方、韓国の方っていうのはこう地域を見てくださってるんでしょうか。
じゃあ私からでいいですか。はい、お願いします。先ほど箱根とライバルだというお話です。はい。まあ実質からいくともう箱根と伊豆は一体化しちゃってるんですよね。はい。まあなので、まあライバルではあるんですけど、箱根をうまく使いながら伊豆にも来てもらうと。まあ特に今飛行機飛んでませんので、はい、東京便が再開したら、まあまずは東京から来てもらわなきゃならないと思いますので、そうしたらまあ箱根足がかりに静岡まで来てもらうっていう感じなのかなっていう感じで、まあ伊豆についてはちょっと箱根とくっついちゃってるような感じですね。はい、まああとは富士山っていうのが一つ、まあ、大きな、キラーコンテンツであるんですけど、まあ富士山は皆さん、まあこれは世界中だと思いますけど知ってます。で、あとは浜松は楽器とか好きな人は知ってるんですよね。静岡市っていうのはどうなのかな。あんまり静岡って言ってもいまいちピンとこない人が多いかもしれないですね。はい。そう、なんか静岡っていうとこうビジネストリップも多いのかなとは思うんですけども、韓国台湾からのビジネストリップは静岡はあまりないんでしょうか。ビジネストリップだと地名はあんまり関係ないんでしょうかね。あ、どうでしょうか。まあ浜松ですね。やっぱ、言うんだけど浜松の方はそうなんですね。企業さんいますので多いですね。静岡ビジネストリップもちろんありますけど、そうですね、まあそこまでまだ残念ながらちょっとっていう感じかな。はい、なるほど。そっか、じゃあやっぱり純粋観光というか観光の視点でこうちょっと活性化させることを、まあ、時期的なものもあるかもしれないですが、待つ意味があるっていうような解釈でよいでしょうか。あとはまあビジネスではないんですけど、交流、学生さんの交流とかそういうのは、ね、まあ、台湾も韓国も、動きがなるべく早まればいいかなというふうには思っております。はい、そうなんですよね。修学旅行での交流が非常に盛んだったというふうに記憶しておいますので、早く若い人たちの交流が始まるといいなというふうに思ってます。そうですね。あと、もう一つちょっと違う視点で、一つ海外のサイクルツーリズム事情についてっていう質問もちらっといただいているんですが、サイクリングは台湾の方はサイクリングお好きですよね。あ、まず先ほどの質問ですね。伊豆と静岡。あ、はい、あ、はい、あ、すいません、お願いします。台湾でもお質問いただいたと思うんで、くくりとしては伊豆と富士山っていうのと、なんかそういう地域の、まあ富士箱根伊豆っていう国立公園のくくりで覚えてる人が多いかなと思います。ただ去年ですかね、こちらで、まあ、会社を立ち上げてる日本の方の、まあ、その意向調査っていうか、今度どこ行きたいですかっていう調査の中でですね、静岡10番に入ってました。お、それがまあ知名度っていうところでも10番、うん、に入ってたので、うん、割とこう認識はされてるのかなって思いますし、台中に住んでるある、まあブロガーさんですねから聞いたら、最近静岡っていう名前よく聞くよっていうふうに言ってくれたっていうのがあって、そのいろんなところでまあちょっと情報をパーパーが出しちゃっているので、そういった意味でまあその情報に触れる回数が多いのかなっていうには思います。で、実はその富士山行ったことあるよっていう人ほとんどが富士五湖なんですね。ああ、なるほど。あ、湖があるよねとか、うん、温泉があってみたいな、よく聞いてみると富士五湖なんですよ。ああ、ですから富士五湖泊まり、まあ、首都圏からやっぱりアクセスが非常にいいので、富士五湖に行ってる人すごく多いと思うんですけど、やはり民間のレンタカー会社の、まあ、ちょっと内々でいろいろ教えてもらったところによるとですね、レンタカーは駅から借りて駅に返すっていう、そういう行動パターンが割と多い。例えば御殿場から借りて富士五湖行ってまた御殿場に返すとか、あるいは静岡駅から借りて、東部の方に行ってどこに返すみたいな、まあ、その A 地点から B 地点で、まあ、
返す場所が違う、借りる場所と返す場所が違うっていうこともなんとなく見えてきてるんですね、うん、まあ、もちろん首都圏から来たりあるいはセントレアから来たりっていう人も多いですけど、実はレンタカーずっと乗るっていうよりは、そこの近くまで行ってレンタカー借りてあとはレンタカーっていう形も割と多いんだなと。ただアフターコロナの時代、ウィズコロナの時代ではそれがどうなるか分かりません、よくキャンプが好きっていう人に聞いたら、成田でレンタカーキャンピングカー借りてそのまんま家族でキャンピングカーで回るっていう人もいました。ですので慣れてる人はそういった形であんまり他人とこう接触しないような形で旅をしていくっていうことが、まあ、すでにスタイルとしては確立している感じもありますね。で次すいません、サイクリングの話なんですけど、はい、サイクリング非常に盛んで、ご存知な方はご存知だと思うんですけど、台湾は、まあ、大きな自転車メーカーがジャイアントっていうのと、それからメリダっていう2大メーカーが、まあ、世界でも有名な2大メーカーがあって、うちジャイアントに関しては旅行会社を持っていて、彼ら何をやってるかっていうと、台湾一周とかあるいは部分的に2泊3日の短いショートトリップで自転車で巡って歩くっていう、そういう旅も行っています。それが他人とのこう接触っていうのも非常に少ないので、まあ、そもそも一日中屋外ですから、そういった意味では、非常に安全な旅っていうことで人気があるという、まあ、私先週そのジャイアント旅行者の方と話してましたけど、彼らもできるだけ早く日本の方に行ってみたいっていう話もされてました。実は私も、去年12月そのホアンタオって言うんですけど、島一周してきました。台湾にいる自治体の皆さんと一緒にホアンタオしたんですけども、それはまあなぜかっていうと、まあ、日台友情っていう初めの年でもありますし、それから今年が実は台湾では、サイクリング旅行年っていう、1年サイクリングして遊ぼうねっていう、そういう政府のキャンペーンの年なんですね。それに引っ掛けて、まあ、将来日本からこっちに来た時に、台湾に来た時にぜひサイクリングで楽しんでいただくっていうための、そういう、まあ、ネタ集めというかですね、各地でそういう交流をあらかじめ深めておいて、来たるべき静岡の方がこちらにいらっしゃった時に、いろんな旅のご案内というか情報の提供もできたらいいなというふうに思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。あのサイクリングとあと、まあ、アウトドアですよね。あのウィズコロナっていうか、まあ、アフターコロナといいますか、あの、いくらこう特効薬ができたとしても、ね、治療薬ができたとしても、やっぱりしばらく 数年、十数年は感染には気をつけなければいけない世の中が続くのかなというふうに思うんですが、そういう点からいくと、あの先ほど あのキャンピングカーを使っての移動であったりとか、まあ、レンタカーも、まあ、除染していればその人とは接触しないで、まあ、個人旅行かっていうところにも適用しているのかなっていう気もしますし、まあ、キャンプもちょっと最近あの実はあの冒頭であのお話があったように、あのゆるキャンというあのキャンプアニメがあのこの度静岡を舞台にしてあの今日から放送されるんですが、そういったところで、まあ、それソロキャンプなんですね、あのメインが。なのでそういったアウトドアに対しても、あのアウトドアプラス例えば温泉であったりとか、アウトドアプラスグルメだったりとかっていうような組み合わせでこうパーツをこう組み合わせていくと、あのアフターコロナとウィズコロナの時代でも、例えば国内のターゲットにしても、台湾韓国のターゲットの皆さんにしても、登山と組み合わせるとか、あの思考に合わせたプランをこう提供できるような準備がいろいろできそうな気が、お話を聞いていて思ったんですが、あのただ台湾韓国から見て日本でキャンプをするとか日本でサイクリングをするってことは魅力的なんでしょうか。あのじゃあ小関所長からお願いします。あのキャンプですけど、はい、あの朝霧のふもとっぱらとありますね、はい、ああいう広大なキャンプ地ってまだ韓国にあまりないんですよね。うん、富士山が雄大に見えてですね、はい、で、まあ、あれだけ広ければ、うん、まあ、
ものすごい混んでる時期は知りませんけど、まあ、なかなか密にもなりにくいという状況で、はい、非常に魅力的なキャンプ地じゃないかということで、うちの事務所でもふもとっぱらは何度か宣伝をさせてもらっています。はい、ああいうとこ、まあ、あのレンタカーだったら別に問題なく行きますので、うん、ああいうとこにですね、まあ、どんどん行ってもらえればいいんじゃないかなというふうに、うん、なるほど、ああいうとこが魅力的じゃないかなと思ってます。あと、まあ、あの、うん、パラグライダーとかも実は結構、ね、はいはい、遊びにある、うん、あんなのと合わせて宣伝をしているところです、うん。なるほど。ありがとうございます。宮崎所長、いかがですか？ですね、キャンプはもう 2,3 年前から非常に、うん、盛んです。で、そうですね、台湾で人気のあるキャンプっていうと、これ山梨県側になったんですけど、富士山の向こう側でやっている、はい、まあ、キャンプとライブを合わせて楽しむという、はい、すごく人気です。あとは、新潟の方でやるやつも人気ですね。これちょっと見えますかね。見えますか。はいはい、見えます見えます。はい。キャンプで、はい、これ台湾で あった、つい先月あったんですけど、キャンプと音楽祭、ライブ、それといろんなその料理、アウトドア料理ですね。それとこう工芸みたいのをくっつけて、1泊2日でやるって、あ、2泊3日ですね。やるこうキャンプイベントあったんですけど、はい、皆さんやはりキャンプに関しては、グランピングっていう、まあ、手ぶらで行って楽しめるっていうのもすごく、まあ、人気ですし、こういうふうにこう若い人が楽しめる、家族でも楽しめるっていう、そういうこうラフさっていうかゆるさっていうのが非常にこう台湾でも受けている、まあ、将来日本でもそういうチャンスがあったらぜひ行きたいなっていうふうに思ってる人はすごく多いと思います。そうなんだ。はい。で、まあ、こういう場面なんで、具体的なメーカーの名前言えませんけど、とあるあの日本のキャンプ用品、非常に人気です。それと、まあ、それをレンタル、例えばレンタカーとセットにしてレンタルして、キャンプサイト行ったら全部それを貸すっていうか、借りて、自分でテント張ってやって、写真をして、インスタグラムとか載せたりすると、うん、これはめっちゃあのそういうのやりたいなっていう人多いと思いますよ。お、うん、あのとにかく綺麗な写真撮りたい、美しい場所で美しい時間に自分の気の合った人あるいは家族と一緒にこんなとこ行ってるよっていうのを出したいっていうのはすごく欲求としてあると思います。ただそのためだけに全部購入するかっていうと、そこまでキャンプフリークな人でもなかなか海外では難しいので、うん、例えば購入したいという人はですね、先にそういうキャンプ用品に連れてってですね、キャンプ用品買ってもらって、それをそのままキャンプサイトに持ってってやるとかっていうのもありだと思いますね、うん、で料理のセットとかも全部、まあ、ついてるところ多いですけども、バーベキューしてますみたいな、そういう楽しみ方っていうのが、まあ、台湾で楽しめることを日本でも同じようにこうできたらいいなっていうふうに、うん、まあ、本当は逆なんですね。日本でやってることを台湾でやってるっていうことなんですね。ですからそういうこう、うん、場所に行って楽しみたいっていう人は特に若い人に多いと思いますよ。なるほど、はい、あの何か特別な準備が必要だったりとかっていうことはあるでしょうか、まあ、将来のインバウンドを 見定めて。ですね、一つは、言葉の対応だと思います、うん、皆さん日本語だけしかできないっていう人、うん、結構多いと思うんですけど、まあ私もそうですけど、そんな上手じゃないけど英語で対応できますみたいな、うんうんうん、少なくともそういうことをできると、うん、台湾の方からすると予約するけど日本語しか受け付けませんでは、うん、多分いろんな国の人は来てくれないと思うんですね。そういう旅行商品を売っているあの OTA さん、オンライントラベルエージェンシーにもあります、例えば、1泊いくらの全部込み込みの旅行商品、まあ、現地集合現地解散みたいな、はい、そういうものも売っているところもあるので、そういったところに入っていくっていうのも一つ手かもしれませんね。うん、はい、小関所長いかがでしょうか。何か特別に対応しなければいけない
言葉の面は同じですね。で、韓国人、まあ、韓国の方も、まあ、同じ言い方をするとあれですけど、日本人より英語ができますので、とりあえず英語ができれば、なんとかなるという感じですので、まあ、なんかマニュアル見ながらでも結構だと思いますので、英語で対応できるようにしていただけると、だいぶ変わるのかなというふうに思いますね。はい、アウトドア、ま、とかスポーツとかっていうのは、その言葉の比率が比較的少ないと思うんですよね。なので、こう、ま、アウトドアの翻訳っていうか、アウトドアの英語バージョンというか、英語に触れるきっかけをアウトドアとか、その、なんていうか、比率が少ないところから入っていくっていうのも、もう将来のインバウンドの準備につながるんですね。はい、ありがとうございます。すいません。もう一つ、実は、質問が来ていました。ちょっと話題が全然変わってしまうんですが、日本に観光で来られない代わりに、わさびとかメロンとか、今までなら静岡に来ないとあまり食べられなかった食品、食材を自国で食べたいという需要が増えて、輸出につながるという可能性がありませんかという質問が来てるんですが。はい。先ほど、じゃあ僕から、はい、じゃあ、まあ、これ実はありましてですね、関谷行けないので、実は韓国では高級日本料理屋さんが今結構にぎわっています。本当高くてですね、日本円で昼で1万円、夜で2万円とか取るんですけど、韓国って貧富の差が激しいので、お金ある人はあるので、そういう高級料理屋さんがにぎわってまして、それに伴って静岡のわさびも、ちょっとずつですけど輸出されてまして、で、まあ、海外行けないから美味しいもの食べたいっていう人のが にぎわってるというおかげでわさびの輸出が増えたりしてますので、この質問の方のおっしゃる通りで、そういう、はい、まあ、これなど 裏のなんかそういうこともありました。はい、ぜひそうですね、本物の松間わさびをね、静岡の、はい、はい、そうですね、ちゃんとルートに載せないともったいないですね。そうです、はい、事務所でもその業者さんと組んで今応援をしているところでございます。なるほど。じゃあちょっとぜひわさび農家さん、メロン農家さん、ぜひお願いします。宮崎さんはどうですか、所長。はい、台湾の、ご質問の内容、可能性はあると思いますね。実際再来月にそういうことをやるんですけど、輸入をしてそれをメニュー化して実際にレストランに出し、B2B と B2C 両方、まあ、欲張ってやろうと、B2B に関してはそれは食材を扱ってくださる、まあ、バイヤーの方、レストランの方に来ていただいて、まあ、商談をするっていう形を、まあ、計画してます。で、昨年の9月にオンライン商談会っていうのを1回やりまして、で12月にはフード台北っていうので、まあ、サンプルを送っていただいてですね、皆さん来られない代わりに私の事務所の方が代わりに、まあ、商談はちょっとさすがにできませんけども、興味があるバイヤーさんの連絡先、まあ、全部集めてですね、さっきもそれやってたんですけど、ちょっと整理をして皆さんにまたフィードバックをするという形で、はい、人が来れなくてもそういうことができるんだ、むしろそういうことを台湾の人は求めている、うん、っていうのはあると思います。今日本のものを売りたいと、いけない分売りたいというのが去年、今年、それから来年に向けてですね、逆にその観光はあんまり行ったり来たりできないけど、うん、そういう物の行ったり来たり売買っていうのはですね、逆にチャンスかもしれません。そうですね、はい、ありがとうございます。食材だけじゃなくて温泉とかも運べたらいいなって思っちゃいますけど、重いかな。旅行の気分を味わえるようなものを、ちょっと先ほどビジネスモデルを転換するっていうキーワードもありましたが、何かこういろんなものをパーツに分け、分解してこう考えていくっていうきっかけになってるのかなっていうふうな気がします。今所長からも静岡フェアのお話ですよね。多分お申し込みの方法とかもちゃんとあると思いますので、ぜひこうせめて今日参加してらっしゃる皆さんには積極的に台湾、韓国で物販、それからサービスの疑似体験みたいなものを販売していただきたいなというふうに思います。すいません、ちょっと仕切りが甘くて終了時間がもうギリギリになってしまいました。ごめんなさい。まだまだお聞きしたいこととかですね、お聞きしたい内容、お話ししたい内容たくさんあったかと思うんですが、
以上で質疑応答およびパネルディスカッションというか、ちょっと変わった形なんですが、終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大久保先生、小関所長、宮崎所長、どうもありがとうございました。それではお時間になりましたので、ただいまをもって静岡県を海外駐在員オンライン報告会を終了させていただきます。また当ウェビナーを退出するとアンケートのページに移りますので、ご意見ご感想などぜひお寄せください。アンケートは後日皆様にお送りするメールからでもご回答いただけます。と、本日ご紹介できなかった質問に関しましては後日個別にご回答させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は長時間のご視聴ありがとうございました。また2月16日火曜日には経済通商をテーマとしまして、静岡県駐在員オンライン報告会をまた開催いたします。こちらには、上海の朝原所長と東南アジアの福田事務所長が出演し、JETRO静岡の藤本所長様をファシリテーターとしてご参画いただきます。ぜひこちらも、ご登録の上ご参加をください。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。